皆さんこんにちは。こんにちは。佐藤誠一チャンネルです。今日はふうがふうが第66回目、今日は私佐藤とあとギアスタッフの千尋さん、はい、よろしくお願いします。今日情報は青木さんお願いします。はい、よろしくお願いします。もう6月と4月も、はい、もう本当に暖かくなりましたね。そうですね。もうね、山形も、はい、もういよいよ桜が、もうね、この時期になるとね、東北の人間ってやっぱり長い冬の後のね、はい、このお花なんで、すごく雪が、今年はね、雪も多かったじゃないですか。そうですね。もうね、春が来るとやっぱりね、すごく気持ちがファッとなりますよね。はい、ましてね、今年はもういろいろちょっと、まあコロナとかいろんなものもあるんで、余計にですけども、そこね、今日、桜を見るとね、やっぱり幸せな気分になりますね。はい、まあ、今日はそんな中、ちょっとこうふうがふうが起きて、はい、お出かけ、暖かくなってね、ちょっと近くにお出かけ、公園にお出かけ、まあね、そんな時にまさに来ていただける、はい、今日はアイテムをご紹介したいと思います。まずですね、最初ご紹介したのは、はい、今日のこのベスト、ベストなんです。もういきなりですね、はい、千尋さん、これ、はい、今日はちょっとあの映え分量たっぷり で、はい、で後ろがですねちょっとこんなショートになってる、はい、なんと最初からもうこなしちゃってるし着こなし本当はこういったロングのベストなんです。であのこういったねいろいろパッチワーク風のロングベストのロゲージなんですけども、すごいね清涼感のあるロングベストを、はい、あえてもう今日はね、もう 出だしからもうこう飛ばしますね逆に反対に来ていただいて、はい、で反対に来ていただくと前の分量がねたっぷり前に出てきて、こんな風にもうあの今日はあのシャツプローバーの、上にこう重ねてもらってるんですけども、ワッとねこうエレガントに、まあ、上品にエレガントというか上品にこうワッとこう楽しく着ていただけるベストのご紹介であります。はい、じゃあ青木さん情報の方お願いします。はい、お伝えします。パッチワーク風編み込みニットロングベストです。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ブラウン、ブラックの3色、お値段が33,000円でございます。ベージュ、はい、ブラウンとそしてブラック、はい、ブラック、そうです、はい、はい、なんかこちらの事例も最初、まあ、こういうふうに着るつもりだったんです、だったんですけどね、けどなんかバランス的にあの逆さまにしてみたら、ね、今日のコーディネートですごい可愛く、はい、変わってていいですし、多分初めて見た人はこういう商品だった。じゃあもう ねやっぱさすがね千尋さん、やっぱりあのうちのショップで店長ですんで、あのうちのギア店長があのなもんですが、やっぱりねこう着こなしとかもう臨機応変にこれをコーディネートについてもやっぱりさすがもうね、もうその時もう最初から反対でっていうね、もうやっぱりさすがだなと思うところですけども、もうねぜひ今度あのうちのギアにも皆さんお越しいただいて、うちの店長いる時にいらっしゃいください。でもね、あのこんな風にパッチワーク風でいろんな色、いろんな編み方、いろんな柄、これ全部違うんですよ柄が。これはパール編みガーターですね。半回ごとのガーター、もう要は半コースごとのガーター、これ滑り編み、これは透かし柄なんですけど、ちょっとレーシーな透かし柄、これでこれはですねあのちょっとクラシカルな花柄にこのタック柄が混ざった、これもねクラシックな感じですね。これはあの寄せ柄をずっとこう入れたり、でこれはリンクスにケーブルが入ってる、もうこれだけ ね全部いい素材も柄もみんなバラバラのものをパッチワーク風に合わせて、背中はねあんまり細かく入れずにあえてゆったり大きい切り替えにしてます、はい、あのやっぱり着やすいようにということで、でロングのベストで着てもらいながらさらに反対に着ると、はい、これね今これで着るとですね、ちょっと千尋さん後ろにいいですか、はい、お尻が全部すっぽり隠れるぐらいの丈になってます、はいはい、丈はで前身頃ももちろんもうすっぽり隠れるぐらいの丈なんですけども、これを今もう千尋さん着て反対は反対に着ていただくと、はい、これね襟がスタンド襟になってて、後ろのところがね襟の後ろがリブになってるんですよ、うん、ここリブ、これ襟の後ろですね、後ろ襟ここです、ここの部分です、はい、でこれリブになってるんですけど、これ反対に切るとどうなるかってなると、なんとね、いいウエストリブになっちゃうんですよ、後ろ身のウエストリブ、はい、だからちょっと後ろいいですか、はい、ここのウエストリブっぽくで、今日は今千代さん今ちょっと上にアップで上げてもらって着てるんですけども、これをね少し若干こうあえて下げて緩いルーズな感じに、そうすると、ね、肩がちょっと落ちてくるんですよ、落ちてくると、ここに丸みがあるシルエットになって、はい、上の分量はさっきよりも減るんですけど、上に上がれば分量たっぷり、外の分はそのまま分量になるって、でこれを上にちょっと下げてもらって、で前の方はそうするとこんなふうな、さっきよりもちょっと、あ
さっきのちょっと小さいんですが、うんまあ、この辺ちょっとカシクプルっぽくやったりとか、うん、ドレープでちょっとここに持ってきたりとかっていう、あとはもうここでもう丸めちゃってもいいですし、はい、丸めちゃってもいいですし、これいいです、うん、簡単にピョッとできちゃうという、はい、もうね、もうベリーショートとベリーロングの、はい、ベスト一寸し二つこなしちゃえるという、これね、でまたねこれローゲージでこれだけざっくり編んだら普通の糸だと引っかかっちゃうんですよ、はい、また和紙とかシルクとかすごいねこうタッチがドライタッチでありながらさらっとフェアリー感のある素材なんで、こういった形でもね引っかからずにゆったり着ていただけるというもう本当におしゃれな、はい、ニットベストになってます。で今日ね、あえて今回、まあ、インナーは、はい、あえて対照的なねこのローゲージ、もうローゲージファンシーヤーのインナーに、はい、実はねここの辺に使ってる糸と同じような糸も使ってるんですけども、そうですね、今日はじゃあちょっと一回これ外しましょうか、シルエット見て、はい、インナーにシャツプルオーバーをちょっとね、はい、合わせていただいてます。また可愛い、可愛いんですよ。でね、丈がちょっとショート丈で、で袖が七分丈なんですけど、はい、パフをやっぱね、パグすんごい可愛いけど、やっぱりちょっと長袖だとねちょっと邪魔だしっていう、うん、そこででも分量感たっぷり見せるにはちょっと長めの方がやっぱり可愛らしいですよね、はい、半袖でもねもちろん可愛いんですけど、やっぱりこ先長い方がもう全然おしゃれなんで、で、あえて七分で分量パグを持ってきたという、はい、そういったデザインになってます。じゃあ青木さん情報の方お願いします。はい、お伝えします。製品染めワイルドフラワー刺繍シャツプルオーバーです。サイズは D サイズ、お色がベージュ、ブルー、チャコールの3色、お値段が3万800円でございます。はい、品名にすごい気になっちゃって、ワイルドフラワーとてもいいですね。ワイルドフラワーですね、こんなちょっとナチュラル感のある、はい、ね、かなりパンチのある、でこれ製品で染めてるんで、はい、この糸もここの茶とか、あこのオレ、ワインカラーとかはもともと色がついてるんですよ。真っ白の生地で洋服を作って、あまず刺繍するわけです、はい、で刺繍は和紙とか、コットンとかいろんな特殊な糸を刺繍するんですね。でこれベースが綿なんですけど、はい、綿っていうのは要は染色するときに反応性染料っていう染料を使うんです。一番堅牢の高い染料なんですけども、でその時に同じ染料で染まる和紙とかリネンとか綿っていうので刺繍するんです。みんなね染料の吸収が違うんで若干こうやって色が違く見えてくるんですよ、はいはい、それがねまた味なんですよね。その中でこの中で、ね、ちょっとシルクとか入れて、シルクが全然違う染料するから今度はちょっとピンクみたいになってるでしょ。これも染めた時にでこの色なんですか。なるんですよ、やっぱりね染色っていうのまた奥が深くて面白いんですよね。で、後でこういった色が出てくるんですけども、最初はね分かんないままやって、でここの色は全く染まらない色を使ってるんで、はい、こういった色が浮き上がってくるっていう、うん、ブルーの場合はこういった黒とネイビー、はい、黒とネイビーかなで刺繍して、で、まあ、ブルーの場合は染料的に両方同じ染料が入るんで、はい、全部無地に上がったり、そしてグレーですね、はい、グレーもちょっと、まあ、ちょっと濃淡がついてますよね、はい、そんな風にいろんなの色はちょっと見え方がねすごくこう違く見えてくるという、まあ、もうちょっとワイルドな、ワイルドでしょう。ちょっと古いかな俺。気になりました。ちょっとなんかスギちゃんっぽくなっちゃった。ワイルドって言われちゃった。ね、まあ、ごめんなさい。ちょっとでシャツブラウスで着るとき着づらいやっぱねって言われるんですけど、はいはいはい、ちょっとねこれもう本当にパターンとか着やすさっていうのを考えてまして、はい、アームホールも結構大きめに取ってるんですけど、はい、まずね身幅、はい、身頃のところ大きく取ってるんで、もう本当にねすっぽりこっから出てこうやって全然入っちゃうぐらいもうたっぷりで、アームホールもアームホールを実はねパックスリーブってアームホールあんまり大きくしない方がいいんですよ。なん でそのするとこうパンがその綺麗に見えるんで、はい、でもあんまりできるだけ大きくしなくても しないようにしながら袖が通しやすいようなそんなバランスで作ってます、はいはい、で袖口もですねフラットなパグじゃなくて、肘の部分がファーッと膨らみが出てちょっと上を向いてるんです。袖がわかりますかね、こんな感じ、
こういう感じの前の方が上がってるんですね。だから後ろ側のところがふわっと膨らんでくれる可愛らしさがある、そんなパフのちょっとねここのところがポッとこうふわっと膨らむで前の方が上がってる、そんな感じのパフスリムになってます。襟はもうふわっと丸首フローバーになってます。もう本当にねこう着やすさはもう抜群に着やすい、ふわっと一枚着て、あのねやっぱりだからあの夏になると T シャツとか、あまあにまあそうですね、やっぱりカットソーが皆さんすごい多いと思うんですけども、ちょっとやっぱりこうファッとこういった生地のプルーバーパッと羽織っていただけですごくグッと、ね、まあ、T シャツのねおしゃれさ、はい、ちゃんとさんが出てくるっていう、お出かけするには、はい、そうですね、ちょっときちんと感じるいいですよね、きちんと感じるんで、はい、そこに今日また、はい、ふがふがなパンツもうね、はい、ふがふが、まあ、毎回ねこの頃もパンツを紹介するんですけども、はい、パンツ、まあ、ボトムですね、毎回違うデザインが、そうですね、もうねなんかもうその時だからニットのブランドじゃなくてパンツのブランドと言われたりしてねすごいもうパンツ大人気なんですけども、はい、あのじゃあまず最初ちょっと色の方紹介、はい、お願いします。リネンコットン製品染め裾ニットワイドパンツです。サイズはフリーサイズ、お色がブルー、グレー、グレーですね、ブラックの3色、お値段が34,100円でございます。こちらもあのすごくワイルドなんですけれども、こう肌に当たる部分はかなりこう滑らかな、ちょっと柔らかい感じサラッとして、はい、でちょっとねサラッとしてドライタッチ でナチュラル感あるでしょ、はいはい、これねあの一見パッと見ないなんかもう綿なのかと思いきや、この着たと履いた時に分かると思うんですけど、はい、ちょっとこのサラッと感っていうのはリネンなんですよ、うん、リネンが入ってるんで、はい、あのこのサラッと感があって、でこれもあこれ色ね、ちょっとグレーとこれブラックなんですよ。ちょっとね、はい、このブラック若干スミクロっぽい感じ、そうですね、うん、はい、ちょっと茶がかった黒、うん、スミクロっていう、まあ、そんな感じの色なんですごいねすごく素敵な奥行きのあるナチュラルな黒だと思うんですけども、はい、裾にこのようにジャガードもついてます。ふがふがいつもあのジャガードのセーターとかこうあのカーディガンとかね、まあ、あのアイテムあるんですけども、それとそれの一つの柄を持ってきまして、それをここにつけてリンクスの柄ですね、和紙と和紙を使っている柄のジャガードプレーティングの柄を持ってきまして、で色が黒はもう黒、はい、そしてグレーはちょっと乾きがあった色、はい、そしてネイビーはまあネイビーでスニット入れてます、はい、でウエストはいつも定番のもうね風がならではのリブを入れてるんですけども、はい、今日のちょっと今日のボトムのデザインをちょっとお話ししたいと思います。まずですね今回はそのワイドパンツ、結構裾までワイドパンツで、もちろんお尻周りを分量たっぷり取りながらも見ていただくと分かるように細身に見える。なぜかというとウエストにギャザーをたっぷり取ってて、ウエストからそのまんまひだが押してくれるんでストーンといってくれるっていう、だからお尻の膨らみ立体をそのまんまカバーしてくれるようなそんなシルエットになってます。後ろもそうですね、はい、まあ、バーッと縦の柄がそのままだから縦のラインになって入っていっちゃうような柄になってます、まあ、ここにポケットも2つついてます。それでいながら分量これだけあって、はい、これだけあってなんですけど全然分量たっぷらりに見えないから、うん、で今ちょっと千代さんの着てスッキリ系の柄、はい、でワイドパンツちょっとじゃあ後ろを見ていただいて、はい、今千代さん身長165センチ、はい、で今ピュッてだからお尻周りがねすんごいこうコンパクトに見えてくれるっていう、だからシルエットそのままスポッとこうかきれいに縦のシワできれいに見せてくれる効果があるんですよね。あと今回の場合は裾がワイドになってるんでパッと見ねお尻よりも裾太ももあたりの方が分量たっぷりあるように見えるから、それもまたねお尻が小さく見えるポイントなんですよね。で丈裾がワイドになると皆さんねワイドちょっとワイドじゃの足邪魔でって言われるんですよ、はい、これ小柄な方なんかで私でも足裾の方ダブダブになってもうちょっとって言われるんですけど、はい、これがふがふがマジック、ウエストがリブで、はい、でこれですね例えば小柄な方なんかですとどうしてもちょっと丈長くてワイド裾の方ダブついてちょっとなんかもうちょっと細い方がいいわ、はい、いやいやウエストで履いていただいて、はい、さらに今千代さんあれですね、ウエストで履いていただいて、はい、でさらにこれねヒップボンドお尻のすっごまたぐが、ね、長いんですよ、はい、だから、はい、上に上げてもらってさらにこれを折り返して、はい、
キュッと折り返してベルトをこうでキュッと縛ってもらう紐で、はい、そうすると膝ちょっと下ぐらいの丈まで持ってこれちゃうんですよね。そうすると見てください、さっきのロングのちょっとモードの感じから一気に可愛くなっちゃう、はい、だからパンツなのに全く違うデザインになっちゃうっていうね、なんか履き方ができちゃうっていう、全然さっきと違う感じですもんね、はい、そうですね、うん、結構短め、うん、すんごい夏らしき感じになっちゃうっていう、はい、これからね、夏暑くなった時はもうピュッと上げて折り返して、そうですね、これいいですね、小柄な方でもワイドパンツ履きたいけど、うん、こうちょっとねバランスが難しいんですよね、バランスはないって、特にこれなんかだと裾にニットがついてるんで、はい、これ竹詰めとかねちょっとなかなかしづらい、まあ、もうここはカットしてね、あの竹詰めはできなくはないんですけど、あの縫製で作ってるんで、はい、ニットの、ね、リンキングだったらちょっといいね、これも詰められることは詰められるんですけども、もうねそのまんまでもロングで履いてもらってもいいし、はい、ちょっとねかかとの厚いパンツでちょっとあえて長めに履いて結構かっこよく履いてもらうと、これもまたかっこいいですもんね、かっこいいです、かと思いきやちょっと主教はショートに、はい、チュニック丈ぐらいの T シャツの下にぴょっとこうショートで履いてもらって、でも可愛いですよね、夏らしく、ね、もうね、はい、だからもうこのパンツ1点あると本当に、今週ねあのこのところ毎回パンツいろんなデザインパンツご紹介してるんですけど、もうほとんどね毎回シルエットから形とか作りとかダーツの入れ方とか毎回違うんで、それぞれ違うんです、もうね冬のはね、もうこのパンツのこと、まあもちろんパンツだけじゃなくて、あの、まあ、全ての商品いろんなこだわりあるんですけど、特にねここパンツはね面白いですね、面白いやっぱり、ね、あの女性をいかに綺麗に見せるかっていう、このパンツってね結構奥深いなと思ってるんですけど ね、まあね、あのそんな風にしてコーディネートしていただくと、はい、またねトップスと、まあ、面白い生地とかニットとかと合わせていただいてもすごく楽しく着ていただけると。で今日は千代さん、今日はどちらかというと今日シックに、はい、グレーに、まあ、シボトムもグレーに、はい、トップスもグレーで結構シックな、でまあフーガフーガね、どちらかというと色合いもちょっと落ち着いた感じなんですけども、はい、ちょっとねフーガでありながら襟元をちょっと綺麗に色で楽しむという、はい、ちょっとその辺をね今日はご紹介したいと思います。じゃあ青木さん、情報の方をお願いします。はい、物を見せる前から情報に行っちゃう、はい、カラフルブロック柄ショールです、はい、じゃあ先にちょっと、はい、あの羽織ってみましょうか、はい、じゃあこの色でいきましょう。フリーサイズ、お色がベージュ、ブルー、ブラックの3色、はい、お値段が2万2000円でございます。今千代さんが着ているのがベージュ、そしてこちらがブルーです。ブルー、はい、ブルーもね夏に向けてもうね最高にこう白とかの上なんかに羽織ってもらって、あの今千代さんが持ってるベージュはもうほんとカーキグレー、はい、あのちょっとスモーキーな、あー色が綺麗な色だけどちょっとスモーキーな感じにしてまして、でブルーも入ってるし、もう色は全く選ばない、何合わせても大丈夫っていう、はい、そしてブラックなんですけど、ブラックもこんな風にあのグレー系、まあ、モノトーンはもう全部あのシルバーグレー、ミドルグレー、チャコールグレー、黒全部入ってるんですけど、グレーだってだってこのグレーもあればこのグレーもあればこのグレーもあれば、これシルクですね、これ和紙、これはリネン、そして黒はこれまた和紙、だからもうモノトーン入ってる他にこういったちょっと優しいベージュ、はい、クリームっぽいベージュで貼ったり、はい、モカとかちょっとねそういった、あとカーキなんかも入ってた、いっぱい入ってるんです。もうこれねインターシャミっていうねすごいちょっと特殊な見方してるんですけども、これねちょっとまずこのショール、はい、まああのあちょっと今あ、まあ、ちょっと今、はい、チルさんので、はい、1枚こう分量がまずあ分量これ見ましょうか。分量がまずたっぷり、ちょっと画面入りますかね、あもうギリギリ、もうこれだけの分量、あほらこれだけの分量がありながら、はい、やっぱりこれだけ薄く作ってて、お画面ギリギリだ、そうです、ね、うん、これ幅長さがね1メーター80くらい、2メーター近くなってるの、158ですね、158だけど、でもちょっとねあのニットなんで、はい、最初の設計よりもちょっと若干長くはなってると思います、うんうん、で全面にこれだけ柄入ってるんですけど、はい、全部インターシャルなんですごい清涼感があるんです、はい、それでこれだけ大きい分量感あっても、うんね、私は男性でこうやって巻いちゃうとこんなコンパクトになっちゃうぐらい、ちょっと夏ねちょっとジャケット襟元にピュッと
くしゃくしゃな感じ、はい、ねじねじなんかね、結構いろいろ使ってますよね。なんかね、ねじねじもいけちゃう。さっきの分量が信じられないでしょ。はい、そうですよね。で、まあもちろん今千尋さん着てるみたいに肩にかけてショールとして色を楽しんでいただく、すごい素敵だと思うんです。もちろんこれこんな風に巻いてもらってね、こうやってちょっとこの も素敵ですし、素敵ですし、これあとね、ニットって柔らかいからどこでも結べちゃうんですよ。例えばこの辺のこの辺とかとピュって結んじゃったりとか、あと全然こんな風にするとアクセントでね、アシンメトリーで可愛くショールだけど楽しく見える、はい、でこの辺がねチラチラと先っちょがドレープになったりとかするだけで全然もう可愛いんですよ、はい、でもう一つね、やっぱりね、こう例えばこれ前をこのままテラスするでしょ、はい、こうやあえてね、これをパッと持ってきて持ってきて、でちょっといいですか、後ろこうね、ちょっと後ろでピュッと結んじゃったりとかして、今日宮場の大きい風なんでね、ちょっとやりづらいですけど、それでもこんな風にするだけで前は垂らして、もうベスト、はい、ベストっぽく起きちゃったりとか、はい、ベストっぽく起きちゃったりとか、全然前から見るとベストっぽくなっちゃうっていうかと、うん、かと思えばもっといろいろあるの、面白いのいっぱいあるんですよ。例えばこれをね、先っちょ同士結んじゃう、はい、でやっぱりね、これを一番王道なところです。これね、相手もこのままでもいいんだけど、相手ちょっとね位置を少しずらして、はい、でこれをよじして、やっぱりこの辺は王道なところですよね、スカーフ。あとこれ襟元にわーっと持ってきてもいいですし、あえてこれをね、今度少し今度脇に広げてもらって、はい、広げてもらって肩全体わーっとするとまたぐーっとね、すごく素敵に襟元何パターンあります、ね、もういろんなパターン楽しく着ていただけるんです、はい、この辺はね、前スチュアーデスさんから教えてもらったんですスチュアーデスさんの、ね、スカーフってもう本当にいろんな、あれ医療ね、なんか怪我した時を使ったりとか、いろいろ使えるように、すごいですよ、引き出しの人たちの。で、素敵な巻き方っていろいろ教えてもらって。シルクの薄い生地だっていいんですよ。ニットもですね、これだけ薄いと、体に馴染んでできちゃうんで、ちょっとね、普段こうニットではできないおしゃれな、特に春物ですと、できちゃうっていうところもね、すごい楽しいところだと思います。はい、こんなふうにね、ちょっと夏、これから日差しの強い、紫外線って5月が一番強いと言いますよね。日焼けするときにちょっと袖、はい、半袖になるとね、袖とか襟元とか、はい、特に首ですよね、うんうんうん、とか出たときにちょっとね、はい、首から巻いてもらって、なんかこれだと暑くないんで、ちょっと日焼け止めなんかにね、日焼け止めしながらおしゃれにというところで、ね、はい、使っていただければすごくね、楽しくコーディネートおしゃれしていただけるんじゃないかと思います。フーガフーガの商品は全国フーガフーガお取り扱いのセレクトショップ小売店さん、またフーガフーガ百貨店直営ショップで、ご購入いただけます。近くのお店がない方は佐藤繊維オフィシャルサイトのクロスイットオフでもお求めいただけますので、よかったらご覧になってみてください。これからね、いよいよゴールデンウィークに向けて楽しい時期がかかりますので、ぜひフーガフーガこれからも楽しんでいただけ、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。